要はここは宝くじハワイ支店という感じでハワイの方でやってみたいと思いますので、はい、今日はハワイです。ここ海で皆さん足にかかって海に浸かっているというようなイメージから始めようかなと思いますけど、では夏の曲から、ティコティコというキツツキがこういうティコティコというラテンナンバーからお送りいたします。はい、ではカリナさん、まずはどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。
で、そして喋り担当、中村隆史でございます。来てくださいましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい。で、まあ、2曲目なんですが、その先ほどのうどんベースをフィーチャーにしまして、ベースがメロディーを弾く曲をちょっとお送りしたいんですけど、曲目はサウンドオブミュージックという中から分かりますか？ドレミですね。ドレミの歌という曲を今からお送りいたしますが、なんと珍しくうどんベースがメロディーを取られて、まあ、前半はもちろんこう神田さんと2人でこうデュオの部分もあるんですけど、テーマのドはドのベースだよとかなんてうどんかよドはドーナツなんですけどね、レールはレモンなんですけど、その後食べ物じゃないんですよ、この歌詞が。そう、ミー、わかりますか？ミーはミカンじゃないんですよ。ファーはファイト、はいはい、覚えてますね。青い空、ラーラッパは出てきましたね。さあ、シーワンなんですかね。はい、ああ、皆さん覚えてますね。これテリー・ハヤマさんが作詞なさったんですけどね。そうでしたね。はい、では、その曲をやってみたいと思いますが、サウンドオブミュージックよりドレミの歌でございます。思わず思わないことが起きました。いいですね。は
はい、楽しい楽しい。はい、楽しいですよね。はい、それぞれスタイルが違いまして、ベースはやはりウッドベースのような感じがありまして、私はベタオビレ、こういうタオビレ奏法です。神田さんはジャカソロ奏法、こうジャカジャカジャカという、ね、それぞれアドリブパターンは今特色があってやっておりますけど、で神田さんはジャカソロの教則本を出しておりまして、わかりますか、Amazon で買えるんですけど、わかりますか、これで年配の方に Amazon で買えますよって言ったら、そんな遠くまで買いにはいけないよって言われたんですよ、ね、インターネットの Amazon ですからね、 Amazon 地方じゃございません、大丈夫です、年配の方わかりますか、 Amazon ですよ、ジャングルまで行かなくても買えるんですよ、ね、そんなね、はい、そんな命がけでね、大丈夫かな、というね、はい、私たちもよく楽譜を出版しておりますけど、ワンクリックで買えますからね、このドリームノートの中、これ最近出版した中からということですよ、皆さん、はい、YouTube でも私の演奏が見れますので、ね、はい、意外と最近 YouTuber なんかもやっておりましてね、 YouTuber は今子供さんとかね、小中学生の憧れの職業になっておりますので、ね、作品とかなんか商品紹介をよくやってます、うん、この商品はですねとか言ったら、意外と中学生がやってますんですね、はい、さあでは、はい、そろそろなんか歌っていただきたいと思います、はい、では、はい、ジャズの Somebody Loves Me という曲で、誰かが私を愛している、あの人かなこの人かな、 あなたかもしれないという、そんな歌詞になってますけれど、はい、じゃあまず1曲目の歌、こういうことですね、じゃあ Somebody Loves Me、 一緒にどうぞ、 One, two, one, two, three,歌いたいんでしょ。
歌えそうな曲を選びました、私は君に会わせていただきます、皆さんウクレレ好きですか？ウクレレ好きな方がたくさん演奏されている方もたくさん来てくださってるんですけどね、なかなかポイントがありますね。ウクレレ、ウクレレ弾かれる方は歌ってたんですね。弾いたことある人もね、皆さんぜひ聴いてくださいよ。コマーシャルとかやってますよね。ウクレレの時、わはははは、あれは違いますか？感性ではこれ分かるんですね。ウクレレない時、そういう雰囲気なんですけどね。そうですね、ウクレレがウクレレが大好きで仕方ないという曲なんで、次はそうです、私の人生はこのウクレレで、ハッピーになっているのという、そういう曲なんですけれど、はい、じゃあタイトルは、タイトルは I love a ウクレレです。ウクレレが好きで、ウクレレが好きでたまりません。例えば、あとは男性は恋愛は出てこないんですか？恋愛ですか？最後までウクレレが好きで、そうどんな時も、ハワイアンの歌を歌ったり、ずっと私はもうこうストラミングって言うんですね、このカチャ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 カと弾くことをストラミング、どんなところでもストラミングしているのよって言っていますね。はい、いいですか？納得した？最後はウクレレが好きだけど、でもあなたが一番好きよって言ったけど、オチがあるのかなと。アイレバウクレレソングとかウクレレしか好きじゃない。そうです、そういうのですか。そう、ごめんね、オチなかった。はい、ではアイラバウクレレ、Hawaiian Dee Dee, she don't get rather pretty.
さん、ウクレレが好きな曲ですね。最後のこうエンディングでこれなかなかね聞こえにくいんですけど、ここで半音低いんですけど、それをウクレレを押すと、そう指が登ってるの皆さんもやってみてくださいこんなんですそういうネタが可愛いです。今日はちょっと聞こえにくかったです。次の曲はですね、どんどん行きたいんですけど、アバの曲をやる予定だったんですけど、急遽リクエストが来まして、いいですかね、曲を変更して。いいですか、いいですか、コーヒールンバ、って言うてくれるとは。コーヒールンバは予定には今日はなかったんですけども、リクエストが来てアバよりコーヒールンバがいい、はい、じゃあせっかくですから、田中さん、バンジョーグレーね、これバンジョーグレーといいます。田中さんはいつもこの近くからジャズボートに乗ってバンジョーを弾いてるんですね、はい、これもウクレレと同じチューニングですけれど、バンジョーの形をしていますね。バンジョーってご存知ですかね、アメリカのデキシーランドジャズとかカントリーミュージック、ブルーグラスなんかに使われる楽器なんですが、これは4弦ですね、同じウクレレの弦を張っています。で、本当のバンジョーはすごい重いんですけど、これはとても軽い、裏を返せばこんな感じに、あんまり 見せたくないんですけどこのタンバリンみたいなね、結局こうタンバリンでやっぱりここを叩きますよね、太鼓と同じように。このここに弦を張ってるだけなんですけど、これが共鳴して大きい音が出るという楽器なんですけれど、なんとなくこうウクレレも木の香りがします。このバンジョーというのもニューオーリンズの香りですね。真剣にチューニングしています、ね、なかなかこう今チューニングメーターがくっついておりまして、こう針が真ん中にこうチューニングができるということでね、そういう便利グッズが増えましたので、昔は調子分とかね、音差とかで合わせたんですけど、今はメーターで合わせられますからね。はい、チューニングができます。業界ではヒーコールンバと言います。なんかびっくりかす。ヒーコー飲み行きましょうかとか言いますね。ヒーコールンバ覚えましたか。次回からリクエストはヒーコールンバで話しますとかね。ルンバでヒーコーかっこいいでしょ。
アバとは何の関係もありません。では、
幅メドレーダンスルークイーンなどやってみたいと思います。Thank you.
れが分かった方ってのはアバー2の方です。アバーの YouTube とか見ると こういうのが出てくるんですよ。もしくはこう回転するのがそのマンマミニアの時があるんですけどね、映画とは関係ないんですけど、アバーのステージはそういうことになっておりますので、あ、やってるなっていうのが分かれば分かる。次回こういうのもね、一緒に参加していただけると嬉しいんですけど、はい、それでは次は何でしょうか。リクエストが入ったためにね、曲がこうぐちゃぐちゃになっております。2人で会議をしてるんですけど、ちょっとだけウクレレのお話をさせていただけるとね、いつもこちらではするんですけど、ウクレレをされてない方の時のためにウクレレ講座というのがありますが、4本しかないのでギターとは全く調弦が違います。まず神田さんのが成長ですよね。ハイGチューニングという。ドレミアスラジオと弾くとハイジーのソの音が入ったりしてこう綺麗な、はい、弾けますか。ドレミファソラシド、はい、ね、ここにハイジーがあるのでね、ソの音がね、それがこう両サイドにこういう高い音があって、でコーディ弾くと綺麗な音が、これが基本形のウクレレでございます。私のはちょっと年寄り向けのロージーチューニングと言います。その音がオクターブ下がりますので、ドミラというチューニング、この低い音でジャズっぽい音が出るというジャズのウクレレを、音域が広くなりますね、ロージーよりね。その代わりコード弾くと結構低い音になってしまうんです。ウクレレの軽やかさはなくなります。で、お題の、今日はお歌を歌っていただいている豊島哲さんのこのベースウクレレのお話でどう違うかという、普通のベースとどう違うかという、マイクをちょっとセンター通すと、せっかくですから豊島哲さんの声も低く、どうぞ、ベースウクレレ講座でございますので、一緒なんですよ全然変わらないんですけど、大きさが違うぐらいで、チューニングも下の弦が E で、次が A で、で G ですね、いいなですね、全然一緒です変わらないです。うどんレースのうどんの音色ですか。うどんの手打ちうどん、手打ちうどん、うどんベースに、本当にこれ茹でたらうまいんですよね、そんな感じのベースですよ、ね、ウッドベースと同じ音が出ますからね、本来こういう図書ベースとウッドベース、コントラバスと一緒ですね。目をつぶって聞くとウッドベースを弾いてるんで、非常に楽して仕事ができる、軽いですからね、ウッドベースこんなでかいですもん ね、はい、ウクレレベースもやはりもうウクレレの仲間ということで、ね、はい、でもなかなかその小さい分難しいんですね。で、うどんのように弾かないからね、なかなか難しいね。ありがとうございます。で、解説がよくなりましたということでやっておりますが、はい、ちょっとマニアックな曲で、毎年やるんですね、はい、この曲。そうでしたっけ、はい、そうですか、はい、布団3枚の曲なんですけど、わかりますか、はい、布団を3枚引く、座布団3枚、布団3枚、寝具、寝具、寝具漢字で書くと寝具、寝具、寝具、はい、次は布団3枚の曲をお送りします。はい、という、ベリーグッドという方がね、演奏しました。TT カフェのアレンジバージョン、非常に難しくて、この8フィンガー奏法、ゴールドフィンガーがありますけど、8フィンガー奏法というか、回し蹴りをする奏法が出てきますので、その辺で拍手がいただけると非常にいいかなと、いろいろネタ満載のスイング、スイング、スイングをお送りしたいと思いますけど、
よろしく。ではお送りします。ローリングで回転させます。
ぜひこれだけでも真似していただけるとかっこよく聞こえます、ね、気持ちいいですやってみて。このポイントがありまして、はい、普通になんとなくね、おーと思わないでしょ。こうやってこれ見せ方がこれ難しいできるだけこうなぜこそですか、見せ方ですよね。下向いてオーバーアクション、オーバーアクションでください。すごく難しいことやってるんですよ、拍手お願いしますぐらいのアピールをしながらやるとダメなんですからね。はい、わかりました。はい、よくわかりました。それではですね、ハワイっぽい曲、はい、ハワイっぽい曲、わらぶき小屋、はい、ハワイのわらぶき小屋というフラをなさっている方はきっとご存知の曲かなと思いますけれど、ハワイを愛する人がもうなんかホームシックになってしまってね、綺麗な海で、わらぶき小屋のあのお家に帰りたいなというそういう歌詞なんですけれど、コナとかの、ハワイって私がハワイっていう歌詞を歌ったら皆さんもハワイって一緒にこうね、はい、していただきます。歌詞だけハワイの時にコナと返さないでくださいね。ハワイといえばコナといえばコナ、はい、そうそうそう、でコナって言ったらコーナーとかね、よかったな。だから最後はねふも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 ぬくぬくアップワーっていう、これ魚の名前なんだそうです。ちょっとそこを一緒にご紹介練習をしましょうか。これこの曲ラスト曲ですからね、ぜひとも皆さんご紹介していただかないと、はい、ご紹介後悔します。あとでちょっと練習しましょうか。ふむふむぬくぬくアップワーです。声がなんかな魚の名前、ふむふむぬくぬくアップワー、別に数えないんですけどねこれ一匹ですよ、一匹の名前、あーね、あ、ゴーズスイミングバーイ、そこは英語ですね。もう適当にゴーズスイミングバーイでも結構です、今MRIでも結構ですから、はい、そう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 、ふんぼんぼんがさ、ふんぼんぼんぼんぬくぬくアップはゴーズスイミングバーイで、もう一回ふんぼんぼんぼんぬくぬくアップはゴーズスイミングバーイ、いただきたいと思います。2回続けて出てくるんですね。歌詞の中にね、はい、出てきますのでぜひぜひ、はい、どんな もう2箇所覚えてますか、はい、ハワイと言ったらハワイです、コナンと言ったらコナン、覚えてますか、大丈夫ですか、はい、今日ちょっとぼーっとしてますね、はい、では皆さんまで楽しみにいきたいと思います。ハワイのわらぶき小屋、ワン、ツー、スリー、
Thank you.
ナーベーシスト年川哲さんです。はい、そして真ん中でございます、 TT カフェのプリンセスでございます。あ、はい、カリナ達子さん。そしてお二人でございます、 TT カフェの大黒柱でございます、時には漫談もします、はい、中村隆さん。